ですか、マイナス5。まあ、もちろんね、20歳の方がマイナス5歳若返るとそういうんじゃないです。ここで言うね、マイナス5歳ってね、大体まあ僕のその、お客様の年代層がですね、30後半から40、50、60というね、まあ、いわゆるその40代ぐらいからのその女性ホルモンが変わるね、まあ、いろいろと、まあ、更年期障害があったりとかですね、まあ、その環境が大きく変わるね、それから容姿とか、心の様相も一緒に変わりますよね。で、環境が大きく変化するから、その、変化にね、追いついていけないという、そういうちょっとメンタルのね、不安なんかもあったりするわけですけど、そこで、このメイクの力を借りてね、5歳ちょっと若返るだけでね、そういう方々が若返るだけで、またやる気になったりね、やっぱりこう第二の人生というんでしょうかね、100年時代と言いますから、この40、50からあと50年、どういうふうにして、自分を、のメンタルを上げて、しかも容姿をね、少しでも若返りさせていくのにどうすればいいかと、そういうところのこの若返メイク、若見えメイク、これはちょっとね、いきたいと思います。まずね、何をしないとダメかというところです。メイクのパーツの優先順位を考えてほしいんです。若い方々でしたら、どちらかというと、もうアイメイクとか眉メイクとかね、まあ、リップとか、まあ、そういうところの何やろトレンドに応じたメイクをやりますけども、ある程度シニア層になると、どこに一番メインを置いたらいいかというと、実はベースメイクなんですよね。うん、でそれをちょっとこれ今参考に見てもらいますね。はい、年代層によるメイクアップの優先順位と重要性度ということでね、だから、この10代20代の方は一番やっぱり、アイブロウとかね、アイメイク、ここら辺にやっぱり力を入れるわけです。もちろんシニアの方がアイブロウに力入れたらダメってことはないんですよ。うん、ただこのアクティブシニアというね、ここら辺のある程度年齢いくとですね、まず一番最初にベースメイク、それからチークメイク、ここポイントです。ベースの次にチークできてますよね。だからこれアイブロウメイクとかアイメイクとかリップももちろん皆さんやると思うんですが、優先順位です。だから重要度と考えた時に、メイクで若返りするためにはベースメイクとチークメイクにかなり力を入れてくださいということなんですね。じゃあそれをどうすればいいかということになります。まあ、ベースメイクの裏技のテクニックっていうのがあります。だから、スキンケアも見直していくっていうのはすごく大事か分かりませんね。まずベースメイクをする前に十分すぎるスキンケアの徹底、例えば今まで、夜はクリーム塗ってるよ、朝ももちろん化粧水塗ってるよ、だけどその塗ってる量を見直して2倍とか3倍ちょっと増やしてみるっていうね、これが、要はその分岐点ですね。40、50になった時に今までの20、30にやってたスキンケアとはまた別にやってみる。僕今毎日朝パックしてるんですね。朝晩パックっていうのもいいと思いますが、ちょっと夜やる間はないんで、僕今も朝になってますが、毎朝パックをします。それだけでその肌のツヤとか、弾力性とかね、よく言う、うな肌だけと言います。潤い滑らか、張り弾力血色の良い肌を作る。これをスキンケアで十分徹底しておくことによって、ベースのメイクがすごく薄付きでありながら、今風のいわゆるベースメイク、美しいベースメイクに仕上がっていきますので、まず十分すぎるスキンケアをしようということが大事になります。それから、下地を見直してください。下地ね、今ものすごくいろんなものが開発されていて、その下地がですね、通常の、紫外線をカットするような下地っていうのが、あると思いますが、紫外線もカットしながら、それから、ベースの凹凸感をなくして、ファンデーションのノリをスッと滑らかにするのが下地の役割ですね。それにプラスしてね、ツヤを出したり光の光っていう乱反射をさせるようなね、そういう下地も出てきてるんですよ。それからその下地に今度色補正っていうの、ベージュ色の下地とか、それからイエローピンクとかいろいろあるんですが、いわゆるこの肌補正をするような下地、いいですかね、色の補正をしながら、もちろん紫外線のカットもし、それからそうファンデーションのフィックス度を良くする、凹凸を良くするような下地、そこにツヤ感の出る下地って、こういうのいろいろミックスされた下地っていうのはどんどん出てるんですね。だからそういう下地に出会うことが大事なんで、まず下地の選択を見直してみてください。今まで使ってた下地よりかもっといいものに出会うということですね。それからファンデーション塗る前にはもうね、これ必須ですけども、コンシーラーはきっちりと活用してください。
まあ、コンシーラーもなんかベタベタ今までベタベタつけるようなね印象が昔あったと思いますが、今のコンシーラーも水分量があって、アイ目このアイホールのねこういう目の周りとかねそういうくすみにはハイライト的につけることができます。そういうのをフル活用してください。それからファンデーションの塗り分けをしましょうということですね。もうベタっとつけるとですねおばさんっぽくなってしまいます。なんか厚塗りってなります。だから今の、ベースメイクの作り方、若返りのベースっていうのはこうつけたかつけてないかわからん程度に、しかしちょっとこうアラとかですね色ムラをこう補正するようなそういうベースメイクの作り方をすればいいので、塗り方に関してはちょっと後でねイラストを見てもらいますけどね、まあ、そういうのをちょっと気をつけてくださいということです。それからチークについても、チークは、昔みたいにこうね昔こうやって下から上にこう上げると思いますが、このチークを分散する方法っていうのがあります。これは血色を上げるチーク法というんですけれども、これもねちょっと、図で解説をしますんでね、見といてください。はい、これは、今優先順位ですね。はい、これじゃこちら、はい、今言ったお話ししたのはベースメイクの裏技テクニックということでね、参考にこれちょっとイラスト出てるんでねイラストを少し説明しておきましょう。真ん中のイラストですね、これは、コンシーラーという部分の、まあ、塗る場所です。ちょっとピンクになってるところあると思いますね、T ゾーンと目のアイホール目の下、それからほうれい線と口角顎先、こういうところに、まあ、コンシーラーをある程度仕込んでいくといいですかね。まずやっぱり目の下っていうのは結構ねクマがあったりしますので、こういうところをちゃんと仕込んでおく。で目の周り、目頭のあたりもこれ今書いてませんけど、実は目頭の方もね、入れていただいたらいいと思います。要は顔の中心になる部分をしっかりと、中心の影というのを消していくっていうかな、まあ、そういう部分でこのコンシーラーを活用してください。その後ファンデーションということになります。まあ、ファンデーションはね塗り方ちょっとこれはあの説明ここではできませんが、まあ、まずコンシーラーの塗る場所、それから今度チークの塗る場所ですね。これがね皆さんびっくりすると思うんですが、このチークメイクっていうのがすごく重要なんですよ。やっぱり年齢になるとですね、顔のくすみっていうのが非常に出てきます。年齢がいくと例えば眉のね上とかはちょっとグレーっぽい色になったりね、そういう、まあ、くすみが出ます。それをねチークで解消する、チークの色をこれちょうど頬に丸いチーク出てますが、この色の3分の1ぐらいの、まあ、本当に薄い色でいいので、このアイホールにも塗ったり、このこめかみっていうかな、ここら辺にもねちょっとこう軽く塗ったり、それからトップのねこれちょっと薄く見えにくいかな、髪の毛のこの生え際ですね、本当の生え際のところにサッとかける感じ、それから顎先ですね、それから耳たぶ、これからまあ、夏に向けて結構ね、肌がこう出ていくような服装になりますから、まあ、耳たぶとか、それからこの鎖骨あたりにさっとこうチークを散りばめる、うん、こういうふうにしておくとですねチークの色が分散することによって顔全体に血色が上がっていくということになるんです。だからチークを分散させるっていうのが一つのテクニックになります。それからこの他のパーツへのチークの活用で書いてますように、チークをアイメイクのアイカラーにつけたり、ちょっとこう唇がくすんでる場合は唇にファンデーションを最初にのせておいて、その上に軽くチークをさっとかけるわけですね。まあ、こういうふうなチークの使い方でもいろいろとあの活用ができますので、こういう使い方をね、ぜひやっていただくだけで、マイナス5歳の若見えになります。このチークの色をつけるだけでファンデーションのね厚さがね軽減されるっていうかな、ファンデーションを薄めにつけてもチークをのっけるとなんかすごくこの華やかにね顔が血色上がるんで、ぜひそういうところを試してみてください。あなたねってお弁当忘れてもねいいけども、チークは忘れたらダメよってね、そういうふうにねあの言うぐらい、あのまあ美容部員さんの中でもそういう話ができるぐらい出てるぐらいね、まあ、一般の方も特にねそのチークはもうお化粧直しの時にもちょっとこう軽くかける、まあ、そういうぐらいのね重要度というふうに考えておいてください。まあ、あのもう一度ねここに書いておきますけども、
ベースメイクとチークメイクがもう30丸になってますね。アクティブシニアのメイクアップの優先順位っていうことになります。ね。だからまあ10代、20代のメイクアップの優先順位は、やっぱりこのね、アイメイクとかアイブローメイクとかね、そういうところにね、集中してますけども、決してね、アイブローメイクね、手を抜いてくださいっていうことを言ってるんじゃないですかね。ここは気をつけてくださいね。そうですね。つい、ファンデーションを一生懸命塗ることに力を入れてしまって、うん、でシミを隠そうだとか、ここのくすみがとかってどんどん厚塗りになってましたね。実はね、そのコツを一般の方がちょっとこうするだけで本当になるわけですよ。だから難しくことを僕がやってるわけじゃないので、まあわかりますよね。要は下地をちょっとこの放送を聞いていただいて、下地をこういろいろと変えてみるのも大事。もう本当になんか一つ使い出したらもうこれだけでずっとやってるという人も多いんだよね。だけどやっぱりこうパソコンなんでも結構全部アプリをこうアップロードするじゃないですか。頭の知識もね、どんどんアップロードする意味では化粧品のこの展開も早いから今ね。だからまあそういう下地を一つ、使ってるの気に入ってるのがあったとしても、ちょっと百貨店行ったりとかいろんなところに、出かけた時にね、触ってみる。それだけでもね、やっぱりいろんな比較をすることがね、やっぱりレベル上がることになると思うので、ぜひぜひいろんなものにチャレンジして使ってみてください。まず下地ね、うん、それからその下地の次に、まあ、やっぱりそのリキッドのファンデーションなんかもそうですよね。どんどん今、どのメーカーもそうですけど、美容成分をたっぷり入れていくようになってきました。要は今までファンデーションって言ったらもうベースメイクっていう感じだったけど、ベースメイクまでがスキンケアの一環ですよというふうにして考えてる、まあ、そういう化粧品メーカーが たくさん出てきましたんで、ぜひ、ファンデーションは悪いものであるというね、もう固定概念をね、まず一回ちょっと外していただいて、まあ、僕もファンデーションも最近ちょっと塗り出してるんですけどね、分からへんと思うけど、分からん程度にやってますけど、下地とファンデーションちょっと塗ったりするわけですよ。そしてやっぱりね、日焼け、この紫外線対策にもなる。うん、いうことでね、安心かと思いますのでね、よろしくお願いします。